医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村慎也です。今日はですね、配膳ロボットを活用しているクリニックがあるということで、大阪にあります堺中村総合クリニックさんにお邪魔をいたしました。お話を聞いたのは副院長の中村隆彦先生なんですけれども、このクリニックさんは30年前に副院長先生のお父様である哲彦先生が中村診療所としてご開業されたのがスタートになるクリニックになりまして、住宅街団地のところにあるような、そういったクリニックさんになります。で、4年前に息子さんである副院長の高彦先生が来られてですね、内視鏡のところを本格的に始められて、2024年の3月に新装開店のようなイメージがいいかなと思うんですけれども、隣の敷地にですね、移転をして、名前もですね、中村診療所から堺中村総合クリニックに変更したと。その際にこの配膳ロボットを導入したということなんですね。ロボットをどう使うかっていうところを見に行ったわけですけれども、今回移転を機にロボットを入れたということで、移転の際に院内の構造とか仕組みとかもよく考えられて作ってるなというところなので、前編と後編的に分けまして、前編はその配膳ロボットにフォーカスをして、後編はですね、例えば移転に伴う工夫とか院の体制の変更点の工夫など、そのあたりを詳細にお伝えしようかなというふうに思っています。まずはロボット編ということなんですけれども、先生のインタビューとですね、実際の稼働のデモンストレーション、それからなぜ入れたのなども含めましてインタビューしまして、その後で私がまとめますので、ぜひ最後までご覧いただければというふうに思います。それではインタビューからどうぞ。はい、今ですね、堺中村総合クリニックさんにお邪魔をしておりまして、隣にいらっしゃるのが中村先生になります。今日よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。今日は配膳ロボットを使っていらっしゃるクリニック、珍しいなということ で、 そうですね、はい、お伺いしたんですけれども、まずこのクリニックがどういうクリニックかを教えていただいてよろしいですか。はい、この堺中村総合クリニックは、大阪府の堺市、中区というところに位置しまして、深井駅というのが最寄り駅になるんですけど、車で4分ぐらいのクリニックになりますね。標榜科目としては、総合クリニックという名前の通りなんですけども、内科、消化器内科ですね、あと内視鏡内科、外科、整形外科、肛門科、リハビリテーション科の、7つになりますね。発熱のところから、じゃあ腰の痛みとかも整形のところとかも、そうですね、あとは成人患者さんの病気はかなり網羅的に見てるという感じですね。ちなみに先生のスペシャリティはどこにあられるんですか。私の専門は消化器内科ですね、あと内視鏡もですね、なるほど。先生はここをご開業というよりはお父様がご開業という、そうですね、ところですね。私が親子継承開業の2代目になるんですけども、医院の遠隔から申し上げますと、私の父がですね、1991年33年前に今あるクリニックの隣の同じ場所で開業したような形になりまして、もう標榜科目も今とほとんど変わらないような形になりますね。スタッフの人数なんですけども、受付さんが常勤が3名、パートが5名、診療に関わるスタッフが、クラークさん含めて常勤が4名、パートが8名、と理学療法士さんが、常勤が4名、リハビリ助手さんが8名という、30人ぐらいのスタッフでやっていますね。結構大所帯なんですけど、患者さん、リハビリに来る方も含めて1日どれくらい感じなんですかね。新クリニックに移転して、もう1段階増えたんですけど、今だいたい200人から250人ぐらいを1日に見てる形で、多い時280人ぐらいご覧いただいております。なるほど。それをドクターどれくらいで回してらっしゃるんですか。常勤医師3名体制で、1名の常勤医師は女性医師になるんですけども、主に午前診勤務という形になるんですけども、一応常勤3名という形ですね。そのような形でやられてるということで、クリニック移転されたのはいつになるんですかね。今年のですね、2024年の3月になりますね。じゃあまだ3ヶ月4ヶ月という感じですね。なんですね。後でまたご紹介するんですけど、結構綺麗で気持ちいいクリニックそうですね、まだ4ヶ月になりますので、まだピカピカですね。その工夫のところも聞きたいところなんですが、ちょっとまず配膳ロボットの方からちょっと紹介していこうと思うんですけれども、まず見ていただくのが一番早いかなと思うので、ちょっとこの後デモンストレーションを見ていただこうと思います。それではどうぞ。はい、
今日お伺いした理由の一つであります、このロボットをどう活用しているかというところですけれども、今受付の裏側に来てまして、この子はいつもこのポジションに割といるような感じですか？そうですね、ここがまあホームポジションになりますね。なるほど、はい。まあ、いろんな場所を設定できるんですけども、はい、まあ、基本はこっちに帰ってくるっていう、うんうんうん、はい、患者さんのファイルをこの子に持ってってもらうという感じですね。そうですね、まあ、これちょっと、はい、あのサンプルで作らせてもらったカルテがあるんですけども、はい、受付さんは受付が済んだらこちらに、なるほど、はい、2段棚があって、はい、1つが診察室行き、お下が受付行きになってるんですけども。なるほど、分けてるんですね。そうですね、はい、あのドクターとかナースから受付の方に書類を返却することもあり、うんうん、ありまして、はい、そういった時はこっちに置くような運用にしています。じゃあ早速使ってみましょうか。はい、ここであなたどこ持ってってねっていうのを、そうですね、指示する感じなんですね。まあ、例えば、はい、ナースステーションから行ってみましょうか。ナースステーションまでこ行ってくれるんですか、これ。そうですね、設定すれば理論上どこまでも行ってくれますね。お、すごいすごいすごい。こちらが第一診察室、診察室エリアになりますね。はいはい、こうバックヤードがつながっていて、1診2診3診って、いやでもつながって通りますって言ってる。そうですね、レントゲン室ですね。はい、あ、これまっすぐじゃなくて、そうなんですよ、ここがクランク工事のやつが実はミソなんですね。こういうところも行ってくれるんだ。そうなんです。この実はここの狭いところまで行ってくれるんですよね。まあ、正直僕もびっくりしましたね。すごいすごい。お、こんな隙間でもね、微調整して行ってくれるんですね。なるほど。でこちらもクランク構造になってるんですね。ここがポイントです。はい。すごいな。でここがゴールですね、はい。ナースステーションのゴールで、ナースが受け取って、はい、完了ボタンっていうのがあるんですけども、なるほど、はい、この下に数字がありまして、どんどん減っていってるんですけども、本当だ、当院の場合は60秒待機というふうに実は設定してまして、うんうん、これが0になるとあまりないんですけども、たまたまナースステーションに人がいないこととかも、はいはい、まあ、0ではないので、そういった時にずっとこうこの子が待機していると、はいはい、受付さんが困ってしまいますので、自動である程度時間が経つと戻る設定にしてます。これちなみにどのくらい1日動くような感じなんですか？ね、大体うちで言うとざっくり120回ぐらい、120往復してる感じですね。結構働くんだ。結構働き者でね、はい、スタッフからも実は人気なんですよね。あと2秒になってます。そうですね。でこれ完了さなかった。あ、戻るんだ、戻るんだ。でこれがこれ僕が邪魔してるとどうなんだろう。道を譲っていただけませんか？あ、わかりました。なるほど。ちゃんと通り抜けられませんって言ってくれるんですね。そうですね、結構コミュニケーションが取れるので、あの院内の癒しキャラとしても確かに活躍してくれてますね。可愛らしい感じで、悪くない。実はあのこの子がいるからっていうので採用が決まったスタッフもいるんですよね。もう分からんでもないというか、ちょっとしたね、はい、あの日常の癒しというか、はい、しかも診療の彩りになってるんですね、はい、スタッフのことを気遣ってるっていうのもこれで分かりますし、もう一つはね、患者さんからも実はあの裏動線を通っていくんですけども、はい、1診2診3診の後ろを通っていくので、はい、患者さんからも大人気ですね。あ、そうか、診察してる時にちょこっとこう 通ってあれなーにみたいな感じになる、ね、っていうことなんですね。あとはドクターが診察中にケティちゃんって言うんですけど、はいはい、ケティボットのロボットが運んできた時も、はい、人間だったらねちょっと気になると思うんですけど、はい、院長が1メートルしかないロボットだからこそ、うんうんうん、診察中も邪魔せずにちょっとした処置の合間でもこうカルテを取れたりするので、はい、非常に便利で、例えばそういった場面でお子さんが喜んでくれたりとか、確かに、まあ、大人も喜んでますけどね、はい、ガストのやつだとか。このホームポジションにまた戻ってきたということで、そうですね、これスピードとかは変えられたりするんですか？スピードは簡単に変えれるんですよね。例えばタスクの完了時間も設定できますし、さっき60秒にしてたやつですね。そうですね、はい、スピードも変えれますね。速度設定っていうところで、実はあの当初は僕ちょっとスピードを重視したいと思って
マックスにしてたことがあるんですけども、はいはい、こういったアナウンスが出たりして、でやっぱり早すぎると早く持ってきてくれるんですけど、はい、やっぱりちょっと挙動が不安定になったりスタッフに当たりそうになったこともあるので今はちょっとスピード落としてますね。なるほどなるほど、まあ、それでもちょっと早めの設定にはしてるっぽい。そうですね、はい、少し早めかもしれないですね。なるほど。ちなみに診察室はじゃあ先生の目の前ぐらいに行くような感じ。そうですね、これも自由に設定できるんですけども、はい、当院の場合はドクターが座った状態で動かなくても手を伸ばしたらロボットに届くぐらいの位置にしてます、はい、なるほど。ちょっとやってみましょうか、はい、例えば僕2番の診察室にいる設定にしましょうか、はい、じゃあさあ2番に行ってくれ。いいですね、ちゃんとお仕事してる感が出て。2番、お、なるほど、こんな感じで先生のところに、え、そ、あ、意外と近づく。え、これ全然もう手伸ばしたら届くところまで来てくれるんですね。そうなんですね、本当にこれぐらいの速さで今見ていただいた通りほとんどロスタイムがないというか。なるほど、そうか、まあ、そーっと来ても全然あの距離だったらなんか気配を感じて。そうですね、はい、まあ、邪魔しない程度で、はい、かつ少し気配を感じる絶妙な、うんうんうん、もうスタッフとかもこの動作音とかだけで近づいてきてるなっていうのが分かるので、はい、非常にいいと思ってますね。なるほど。そうするとやっぱりロボットを入れるためにやっぱり気づいちゃったんですけど、裏の通路も広いですよね。そうですね、実はこのクリニックの設計の前段階から、はい、ロボットを導入しようというふうに考えてまして、図面の段階からロボットを運用するにはじゃあどういうふうな設計のクリニックでないといけないかっていうのを逆算して考えて、はい、業者さんとも打ち合わせをしてまして、実はあのロボット導入は以下のクリニックでは当院が初めてらしいんですけども、はい、なので業者さんもすごく手探りな感じではあったんですけども、うんうんうん、二人三脚な感じで図面を実際送ったりして、はい、ラリーさせてもらって今のような形 で、はい、でポイントとしてはですね、はい、まずこの幅なんですね。実はあの ここの幅だけで 1.7 メートルありまして、はい、だいたい人が2人あの自由にすれ違うには 1.6 メートル必要っていうふうになってるんですけども、はいはい、ロボットが入れた状態でもスタッフの動線を全く邪魔しないというふうな形でこれぐらいの広さにして、はい、まあ、実際やっぱり運用してみてこれぐらいでも十分というか、むしろもうちょっと余ってもいいぐらいやっぱ広さというのは大事なんだなというふうに感じてます。あとはロボット通るってことは手がついてないので扉とかその辺の工夫もしないといけないですよね。そうですね、実はそこが最大のポイントかもしれなくて、はいはい、まあ、一般的なクリニックっていうのはやはり声とか、うんうん、あとは視線を遮るために、はい、まあ、カーテンであったりとか、はい、それからドアがついてると思うんですけども、はい、やはりこのドアとかカーテンがあるとロボット君は遮蔽物、うん、障害物というふうに認識してしまってセンサーが反応してストップしてしまうので、はいはい、実はこれを閉めることはできないんですね。じゃあここは開けっぱなしにしてるような感じなんですね。そうなんですよ、あの裏動線は全て開けっぱなしにしてまして、はいはい、ただその状態でも視線は遮りないといけませんので、はいはい、どういうふうにすればいいのかというと、うん、実はアイデアをトイレからもらったんですね。トイレは、はい、まあ、ご存知の通り例えば小便器に行くまでの間ってドアが一切ないと思うんですけども、うん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 、あそこで視線を区切るためにクランク構造に入り口をしてるんですね。そうか、だからあえてそのまままっすぐ行けばいいのになって実はさっき言ったんだけどちょっとディスっちゃう感じになるか言わなかったんですけど、あえてもうこの視線を遮る感じ で、ね、ここをまずクランク構造にしてますね、はいはい、ここでこう直角に曲がるんですね、はいはいはい、ロボット君が、はい、ここですね、はい、でさらにもう一つクランク構造がありまして、はい、こちらなんですね。なんで実はこのロボットの動線だけ少し複雑な構造になってるんですね、はいはい、でここのクランクの壁があることで、うん、ここが開けっぱなしの状態でも、うん、視線が通らないようになってるんですね。そうか、こっちから見ても何もないし、でここもあえてこうドアが斜めになってたりとかもそういうことなんですかね。そうですね、なるほど。わざわざ壁を作ることで少しね手間とか工賃が伸びたりするんですけども、はい、まあ、そこは重要な部分なので削らずにやりましたね。なるほど。でお隣が内視鏡の部屋。そうですね、ここも、まあ、ここ僕らメイン通路って呼んでるんですけども、はい、スタッフの出勤の時とかここを使ったりするんですけども、こちらが内視鏡エリアで、うん、先ほどの診察室側のバックヤードと完全につながっている状態になってまして、はいはいはい、1診2診3診も私が並列して使ってるんですけども、はい、まあ、内視鏡室も実は2つありまして、
第一内視鏡室で、まあ、第二内視鏡室って形で、はい、こっちもスイッチして使えるようになってますね、はい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 、第一内視鏡室は実は少し広めの設計になってまして、はい、もう内視鏡専用の部屋で、うんうん、手術の機械とかも置いてるような形になりますね。実は洗浄室も兼ねてまして、こちらに洗浄の機械とか洗浄物品がありまして、実はここもクリニックさんとか病院さんによったら洗浄室って形で区切ってるところが多くて、はい、むしろそういうところの方が多いんですけども、はい、こちらも先ほどと同じ考えで、洗浄員さんも内視鏡を手伝えるように、洗浄員さんも、はい、まあ、振り向いた時に第一台に内視鏡室の状態が両方とも見渡せますので、はい、なるべく少ない人数で広範囲をスタッフの目が通るようにというふうに工夫しております、はい、内視鏡の患者さんって今どれくらい1日いらっしゃってる、ね、今毎日やってるような形になりまして、最近ね午後診も始めたんですけども、基本では1日10件、胃カメラが5件、大腸カメラが5件というのが、まあ、はい、うちの基本になりますね。なるほど。うち土曜日もやってますので、はいはい、まあ、25営業日でだいたい250件ぐらいやってるので、はい、じゃあ午前で10件ってことは、先生はもうじゃあ午前は内視鏡ばっかりやってるってことなんですか？あ、実はね、午前も私は50人ぐらい外来見てまして、すいません、なんか計算がちょっとおつかないんですけど、そうですね、先生大腸もやってるんですよね？そうですね、5件5件で10件で外来も50人見てる。そうですね、友人のドクターとかに言うと結構驚かれるんですけども、はい、特に大腸カメラっていうのは結構時間かかるもんで、そうですよね、はい、結構専門医とか持ってるベテランのドクターでも一枠だいたい30分っていうふうに設定してまして、だいたい20分強ぐらいで検査を終わって、はい、まあ、所見入力とかで、はい、患者様の入れ替えで10分ぐらい取ってることがほとんどなんですけども、はい、当院の場合は、まあ、所見の入力とかを、まあ、私が口頭で言うことで確認しながら代入力していただいたりとかですね、洗浄もシームレスに洗浄医さんがすぐ内視鏡を受け取ってもらってとか、うん、そういった工夫をしながら、だいたい10分ぐらいで、10分ですか、あの大腸検査をも回すようにしてます。なるほど、まあ、もちろん先生の手技の速さっていうのもあるのかもしれないですけれども、まあ、それを取り巻くいろんな環境も効率化してそれを達成してるっていうことなんです ね、 そうですね、なかなか一朝一夕にはできなくて、初めの頃はスタッフ自体が速さについていけなかったので、なかなかスタッフ育成が難しかったんですけど、はい、徐々に徐々にスタッフが、まあ、成長というか、はいはいはい、まあ、みんなで一緒にシステムを作り上げて今の形になってますね。先生は外来外来内視鏡みたいな、もしくは内視鏡の時間決まってる形になるんですかね？当院の場合は外来と内視鏡を全く区別しないというシステムにしてます。なるほど、じゃあ外来して先生が内視鏡準備できましたって呼ばれたら行って、また外来に戻ってみたいな感じなんですね。そうですね、うちは9時から診察と内視鏡が始まるんですけども、はい、胃カメラとかが多いので初めにバッとまず内視鏡をするんですね、ちょっと内視鏡してない外来だけの時間があって、最後に大腸カメラ、ほとんどのクリニックそうだと思うんですけど、はいはい、っていう形になります。胃カメラとか大腸カメラがある時期はだいたい診察2件に対して内視鏡1件というふうにやってまして、うん、はい、まあ、内視鏡1件やって次の患者さん入れ替える前の間に診察を2人するっていうふうにを基本にしてます。でその午前の胃カメラのパートが終わったら、うん、そこから外来だけになりますので、はいはい、そこからもっとハイスピードで外来をバーッと回して、最後にまた大腸カメラと外来を、まあ、内視鏡1個やって、はい、その入れ替えの間に外来患者さんを 2件やるっていう、そういうスタイルが今に落ち着いてますね。はい、ありがとうございます。はい、今あのロボットを拝見させていただいたんですけれども、可愛らしいというか、まあ、我々が想像できる形の、例えばファミレスとかに置いてあるような、そうですね、はい、ああいう配膳ロボットだったんですけど、そもそも私、まあ、いろんなクリニックさんお邪魔させていただいてますけど、もちろん初めて見ましたし、先生も先ほど医科としてはそのメーカーさんで初めてというところでおっしゃってたんですけど、そうですね、なんでこれ入れようかなって思ったんですかね？そうですね、まあ、やはりあの今回新クリニックの、まあ建て替えということで、はいはい、コンセプトをまあ考えていく段階において、やはりこう他業種での成功事例とか他業種での取り組みっていうのをやはりこう参考にしてて、まあ、ずっとアンテナを張ってた形にはなるんですけども、はい、やっぱりこうテレビとか SNS とか、まあ、YouTube でそういった配膳ロボットの情報を見ていく中で、はい、これはうちのような縦長のクリニックで、一つのクリニックで常勤医師が多いようなクリニック、第5診までありますし、そういった形態には非常にこう使えるんじゃないかっていうのをまず考えて、はい、なるほど、
ほど。設計段階から取り組ませていただいたって形になりますね、はい、で今患者さんの、まあ、情報のファイルを、まあ、お届けするためにいるロボットみたいな感じですけれども、最初からそういうふうに使えるかなっていう感じで思ってた感じですか。そうですね、むしろそこは、まあ、第一段階というか最低そこは絶対いけるだろうなっていうのがありまして、うん、はい、まあ、今後少し運用に慣れていけば、はい、例えば整形外科で注射が必要な患者さんにはあらかじめ受付からナースステーションにロボットでファイルを送って、そのファイルに注射を吸ってまた診察周りのクラークとかの看護師さんに戻すと、うん、はい、まあ、そういった運用とかも今後あり得るのかなというふうに考えていますね、はい、ただちょっと私見た感じですと、はい、贅沢な使い方かもしれないなと思ったというか、ただファイルを運ぶだけに、ね、あのロボット、昔だったらシューターみたいなのがあってやり取りしてたっていう時代はもちろんあるんですけど、この電子の時代にあえてアナログなものを持っていかせるためだけのロボット、これ先生どうなんですかね、実際効率化されてるいた方がいいなっていう感じにはなってるんですか。そうですね、昨今やっぱり医療DX っていうのが、はいはいはい、まあ、叫ばれてかなり一般的になってきて、まあ、実際うちのクリニックでもインカムを使ってますし、うん、まあ、ウェブ予約、ウェブ問診、はいはい、自動生産機とか一般的な医療 DX の取り組みは一通り、はい、まあ、やっているんですけども、やはりアナログの部分っていうのは絶対必要で、はい、やっぱり患者さんが来ているのに診察室に回されていないとか、採血するはずなのにそれを認識できていなくて、はいはい、採血をしていないってことはやっぱり医療においてやっぱり許されることではないので、うん、そうですね、はい、そういったところでやっぱりどうしてもデジタル画面上で例えば、まあ、ピコーンとか光らすとか音を鳴らすだけだとやはり安全面であったりとか確実性にやっぱりかなり劣りますので、はいはい、やはりこれぐらい A4 サイズの物理的なファイルを回すっていうのはまずそもそも非常に重要でして、でもう一つは、まあ、コスト面考えた時にどうなのかっていう話なんですけど、例えばうちのクリニックの規模でいうと今実際使ってるのは予約患者さんのファイルを、まあ、回すという形なんですけども、はいはいはい、それだけでも大体少ない日でも60人ぐらい予約でだけでいるので、はい、まあ、60名それプラス発熱患者さんとか内視鏡患者さんのファイルっていうのは先ほど見ていただいたようにナースステーションに直接送りますので、はい、その分があります、はい、それから、はい、薬局に疑義紹介に回ったものが、はい、またドクターにカルテバックというか、はい、それもファイルに入れてうちは物理的に運用してるんですけども、なるほど、そういったのもあのロボットを使ってますので、はいはい、そういったのを合わせると1日で120往復ぐらいしてるんですね。実際うち結構距離が長いので、はい、だいたい片道で25メートルぐらい平均してあるんですね。ということは往復で50メートル、そうですね、やっぱりクリニックって一般的なアスファルトの道路と違って、まあ、障害物もありますし、いろいろ物も置いてますので、はい、まあ、だいたい計測すると往復で1分はかかるんですね。ということは120往復で2時間も捉えてしまうというのがありますね。おー、なるほど、そこを先生は計算をして意外とこれ時間的なコストがかかってそうだぞっていう感じだったんですね。そうなんですよ。これ実際、まあ、入れるとなったら、はい、あのロボットに中がこういう設計だよってことを覚えてもらわなきゃいけないかなと思うんですけれども、そうですね、それって簡単にできるようなもんなんですか。そうですね、結構簡単で、うちはそのメーカーさんは以下で初回だったので、はい、まあ、2回打ち合わせしましたけど、具体的にどうやるかというと、はい、院内でこう簡単な GPS のマップを作るような形になるんですね、うんうんうん、それで周波ポイントみたいなのを、はい、いくつか設定して覚えてもらってっていう形になりますので、はい、慣れていけばもう2時間ぐらいでいけるんじゃないかなと思いますね。じゃあ結構初期の設定も意外と簡単にというか思ったより簡単にいけるような、そうですね、まあ、もちろん業者さんにそこをやっていただく部分にはなるんですけど、はい、打ち合わせだけで言うと本当に2時間あれば十分かなと思いますね。なるほど。移転したのを機にこれ最初から彼はいたんですか。最初からいましたね。そもそもの建物の打ち合わせで忙しいのに、はい、その直前にロボットの打ち合わせも入ったりして、はい、結構直前は大変でしたね。移転っていうだけでも大変だと思うんですけれども、ね、実際導入してみてどうだったですかね。すぐ慣れた感じですか。そうですね、さすがに初日から何のシミュレーションなしに導入するのはさすがに怖いっていうのがありましたので、はい、やっぱうちのスタッフとかの門前薬局さんとかに協力してもらって30人ぐらいちょっと模擬患者さんみたいな感じでデモをやって、はいはい、そこで一旦動かしてみて、そこでやっぱりちょっとマイナートラブルとかも見つかったりでさらに修正したりして、はい、それを一度挟んでいたので、もう当日からもう全然問題なく使えましたね。なるほど。先生は今ベタ褒めみたいな感じだったですけれども、はい、実際導入してみてスタッフさんの反応とかどうだったですかね。まあ、実は先ほどの話とも関係あるんですけど、運用初日にですねバタバタした日に一番落ち着いてたのはロボットなんですね一番働いてたのもロボットなんですね。新しい配置とかでみんな人間はてんやんやんしてるんですけど、ロボットは忠実にやってくれて、やはりそういう姿を
見て、はい、まあ可愛いというか、はい、まあ、頑張ってくれてるな、働き者だなっていうので初日からみんな の心をわしづかみにしてましたね。なるほど、ね、マスコット的な感じでもね、はい、非常に面白いですよね。なるほど。あれはまあ患者さんから見えない動線にはいらっしゃる感じですけれども、でもまあ診察の合間とかにこうピョッとこう見たりして。そうですね、バックヤードからはねもう行き来するのが見えますし、ドクターとのねカルテの打ち合わせとかも患者さんは見えてるので、はい、非常に患者さんにも浸透してきてるような感じですね。ちょっと話は前後しちゃうかもしれないですけど、はい、先生はもう入れようと思った張本人なのでもう入れるぞっていう感じですけど、入れるぞって言った瞬間ぐらいの皆さんの反応とかっていうのはちなみにどんな感じですかね。大反対でしたね。大反対だったんですか。うちの、まあ、妻とか、はい、両親とか含めて大反対で、はい、まず、まあ、コスト面がね割に合うのかっていうのもそうですし、うんうんうん、ただでさえね移転で忙しい時にもう少し様子見てもいいんじゃないかっていうのもあったんですけど、はい、建物の設計とロボットの運用ってかなり密接な関係がありますので、やるなら初日にしたいし、はい、多分人間の性質上絶対ないといけないかっていうとね、そうじゃないツールなので、はいはい、初日にやらないとやっぱ惰性で多分僕自身も面倒くさくなってやらなくなるだろうなっていうのがあったので、はい、思い切って反対を押し切って僕だけが推進派でした、ね。スタッフもみんな反対してましたけど、はいはい、僕だけが、まあ、やるんだということで、はい、押し切りました、ね。なるほど。でも押し切った結果、その先ほどの、まあ、先生のお話を聞いてると評価が反転しましたね。あ、なるほど、こいつ意外といいぞと。そうですね、まあ、まず可愛いっていうので、ね、はいはい、人気者になりましたね。なるほど。さっき先生コストのところをお話ししたんですけれども、はい、実際どれくらいあれかかってるんですか。どれくらいまずかかるかっていう話で言うと、まあ、メーカーさんとの、ね、コストの交渉とかいろんなことがあるのでちょっと幅を持たせた言い方になるんですけども、はいはい、ざっくりで言うと、まあ、月、まあ、3、4万で運用できるような形になりますね。これ月々のお支払いのような感じになってるんですかね。そうですね、リース契約でそういった契約もできるんですけども、はい、うちの場合はちょっと買い取りという形で、リースは確かうちのメーカーさんは3年保証とかやったと思うんですけど、はいはいはい、うちはもう買い取りでさせていただきますので、なるほど。なんで今出した金額っていうのは、まあ、3年で月割りにした場合の、はい、まあ、ざっくりとした計算になりますね。なるほど、まあ、大体の目安というか、はい、費用感でいうとそれぐらいになりますね。じゃあ3、4万くらいの人件費と比べてどうかっていう指標で考えるとどうなんですか。そうですね、先ほどの話で言うと、はい、大体120往復で1回1分かかるって言ったところで、ということは、まあ、2時間分の1日の人件費になると思うんですけど、ということは8時間の労働中の2時間なんで、まあ、4分の1ですよね、はい、例えば受付さんの月収が24万円というふうに仮定した場合に、はいはい、4分の1の労働力なので2時間分のその往復をもし人間のスタッフさんにお願いしたとしたら 24×4分の1で月額6万円かかってしまうということなんですね、うんうん、それだけでもペイしてしまうんですね、はい、じゃあ元は先生の計算だと全然取れてる。そうですね、感じになるんですね。で、まあ、ただでさえ取れてるのに、はい、そういうマスコット的な要素もありますので、はいはい、もう12分にお釣りがくれているのかなという、はい、なるほど、まあ、今では本当にスタッフの一員というか、はいはい、欠かせない存在ですね。確かに昨今また人件費がこう上がったりとかなかなか人が取れないという感じになりつつある中で、あのロボット導入ってことなんですけど、これ例えばなんですけど採用とかに寄与しそうだなとかそういうのってありそうなんですかね。そうですね、採用面でも実はあの私がインスタグラムにちょっと匂わせというか、はい、ロボットの一部の写真とかをアップしたところ、はい、まあ、それを見て興味持ってくれてうち、に応募して採用まで至ったスタッフがいるのですごいな。早速場外でも働いてくれてるという。めっちゃ活躍してるじゃないですか。活躍してますね。思わぬ副次的効果というか、そうですね、そういうのもあるような感じですね。そうですね、まあ、もう一つ先ほどの話に付け加えると、はい、例えば受付の人がやった場合、単純に2時間ということだけじゃなくて、例えば受付の作業をしてます、受付したファイルを送りますって言った時に受付の作業をやっぱり中断して持っていかないといけないので、やっぱ業務フローが一旦止まってしまうので、うんうんうん、実際の2時間以上の業務効率の低下が絶対あると思いますし、はい、スタッフにとってもね作業がぶつ切りになるので、はい、まあ、心理的ストレスであったり、例えば患者さんとの対応中に離れなければいけないっていうところで、はい、純粋な2時間という時間以上の、まあ、効果があるんじゃないかなと個人的には思っていますね。なるほど。
はい、いかがだったでしょうか。私いいなと思ったのがですね、まあ、何事もですね、最初にやる人がいないと当然続かないですし、仮に赤字であってもですね、そこから見えてくるものっていうのは絶対あるなというふうに思います。その上でちゃんとですね、導入された後のいろんなことも計算しているし、計算というのは例えばロボットが入る時のこう幅であったり、ドアがどれくらい本当に活用するには必要なのかであったり、それから多分これを稼働するとこれくらいの人の換算になるなというのをこう計算していてですね、その上でしっかりそれを体現して成功させているというのも非常にこういいかなというふうに思います。で、何よりもですね、副院長である中村隆彦先生がですね、まあ、自分との約束をこう果たしているっていうのが、経営という視点を見たときにすごくこういいなというふうに思いました。もうロボットを動かすと決めたらやりきる、もう最初が肝心っていうのが先生の中では絶対こう分かっていて、それをしっかりこう守って動かしてみた。動かしてみると自分でも思ってみなかったようなですね、例えばお、こいつ最初の稼働日なのに冷静に仕事するねとかですね、まあ私も感じたんですけど、お、意外と可愛らしいみたいな感じで、結局やっぱり人件費換算しても、まあ計算通りプラスになるよねということがこう分かったというところでした。まあ、今回ロボットに着目してお伝えをしたんですけれども、まあ本番はここからというかですね、移転に際してロボットを入れたというのは工夫のワンノブズムでありまして、その他にもですね、いろいろですね、工夫した点がたくさんありますので、この次の後編ということで、その秘密をですね、たくさんお伝えをいたします。で、特にですね、院内動線のこう作り方とかですね、サイネージめちゃくちゃめちゃ大きく作ってですね、もうこれだったら迷わないだろうっていう安心感を得ることによって、そこからまた波及する効果もあるみたいなところがすごくこう参考になりました。あとは最近いろんなクリニックさんでも新しいところはですね、この課題をクリアしているところが結構多いなと思うんですけれども、壁を作るのか作らないか、作らないとしたらどうやってその視線を遮ることを作るか、視線だけじゃなくて音を遮るもそうなんですけれども、そういった工夫の仕方などですね、すごくこう参考になる点がありました。引き続きですね、後編も見たいなというふうに思われた方はですね、ぜひチャンネル登録等していただいてウォッチしていただけると幸いです。それではまた次回。